ラジオ。こんにちは、ようこそこちらの大阪へ。さあ今日も始まりましたビーズラジオ。お相手はボイスナビゲーターのダンディユースケと、はい、どうぞよろしくお願いします。このビーズラジオは大阪の情報をラジオ形式でお届けしていこうというこういうコーナーです。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。さあ皆さん、トレーニングで2日目を、ね、迎えました。9月11日ですね、はい、昨日は満員御礼ということで、ありがとうございます。たくさんのご来場で、3万5千人を超える、ご来場の皆さんがね、今日は大変今日そばくて、ね、応援のお送りしておりますが、もう本当にパワーが違いますよね。じゃあやっぱさ、2020年にコロナが始まりました。2019年までは普通にこう、ね、営業していて、2020年からのコロナで団体者がこう制限されていく中で、やっぱりこのなかなか一度しか来た周りの移動というかなんか大変な工程があったと思うんですが、チームの躍進とですね、やっぱまた熱い情熱がこうまとまりまして、今年は周りの運営が多いですよね。できるし、自由に求めながら、ね、自由にできるというこの雰囲気は改めてすごいなというふうに思いました。そうですね、はい、やっていかなく楽しんでいただきたいなと思いますね、はい、そして昨日から始まっております全員で勝つ2023サポーテッドバイ若さ生活のプロジェクトを知らせていまして、そう、若さ生活のプロジェクトを出来上げまして、はい、こんな、はい、若さ生活といえばですね、やっぱ夏の甲子園、そうですよね、印象が強いですね。ブル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 
ルハリセンをお配りしております。はい、はい、先着なんですが、ぜひ、試合前の飛び出しのタイミングだったりとか、あとは攻撃時か5回のハリセンタイムというダンスタイムもありますので、はい、一緒に叩いてもらったり掲げてもらったりしながら楽しんでいただけたらと思います。これくらいのセンターに持ってるのが多分倍数のスピードだと思うんですけど、たたんだらほんとこれくらいになりますので、1個もらったらどこも使えるか。そうですよね、結構夏の陣とかそのイベントごとも倍数使ってくださってる方もいて、あ、そうですか。はい、私の母さんは結構回してお母さんは結構回してこうやって置いてあるんですね。はい、大事に使っております。じゃあ昔のやつ置いてたら、その日の気分でいいかと選んで、もうこれはそうなんです。楽しい機会を確かに確かに確かに。じゃあ皆さんこれ大事にもらったら、さあ、この先や、来年トライアルも使えることがあると思います。全然初なんで、もうヘコのメンバーでロールは押すだけですので、確かに本当にいい思い出になったので、はい、このハリセン作ってみなさん、はい、お願いします。これがハリセンですね。ハリセンですね。あとはですね、5回のハリセンタイム機能もあったんです。はい、ファンの皆さんがブラウザを置いていただいて、抽選を一緒に踊っていただくという機能を今日からやっておりまして、ライトスタートに50名のファンの方が乗り換えているので、ビ、はい、ーズガールと一緒にこうベイクビジュールの体制を取り入れたんですけど、うまい人もいましたね。昨日ね、ビーズガールでどれくらい踊りはるんかなって感じで、ちょっと1人ぐらいうまい人もしたいというふうに感じたんです、はい。で、昨日おそらく47人ぐらいおそらくいっぱいいたんですけど、3人ぐらいのお店があって、3人ぐらいの人1人がキレッキレキレッキレした、すぐちょっと遠いとこから歩いてるんですけど、もうベースも違ったと思って、すごく分かりましたね。また女性やったやつだと思って、はい、綺麗な女性やったんですけど、もうほんとビーズガールのさ、ね、足もそう、足も完璧やった。絶対ダンスされてる方なのかなって感じ。そうですよね、今まで練習してくれたらなっていう。そうだ、昨日の方は本当に素晴らしかったので、今日の方も期待します。今日この中に5回に
ダンスで降りる方が今スタートにいらっしゃいましたら、私たちはとてもチャレンジで見てますので、精一杯のダンスをよろしくお願いします。はい、大きく踊ってほしいです。恥ずかしいよね、ダンス。せっかくグランプで踊れるので、いや、そうそうそう、全身で表現してほしい。だから本当に15人目のビーズガールの規模になってやってほしい。ダンスとしてですね、はい、今日も来ます。はい、そして消費者にはね、ヒーロー配達なんかもあったり。そう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 なんですけど、ヒーローと配達できるのもこの全員初プロジェクトということで、今日はね、立ってそうね、みたいなと思いますね。はい、そして昨日からコロコロチャレンジとかも開催されております。コロコロチャレンジで、はい、あすこんな瞬間のあすへのことそうですね、出たのね。はい、朝からすごい並んでくださって、コロコロチャレンジでガチャガチャとかも新しく販売してるので、新しいグッズも出てるんですね。はい、全員で数のグッズも出ております。でですね、この見出しの時にですね、皆さんこの9月から、事前募集してくれた応援コールというのをですね、はい、作りましてですね、皆さんこんなあの A とか S とかを書いてくれたやつを一つのボードにまとめました。でこれが一つの大きなボードにまとめて、選手がスタメンの時に試合が終わりに出していく時に、チームの後押しになるようにということですね。こんな風な大きなボードができました。ありがとうございます。こっち見ていこうか、見えるかな。そうなんです、これすごいんです。これがね、2個あります。 A もね、すごい上手に書いてあります。そうなんですね、ありますかね。すごいコントになったんですよ。先ほどの球団の公式ツイッターに上がっておりますので、はい、皆さんちょっと時間に見てもらったらすごい楽しみだと思います。やっぱ AFI のっていいよね、華やかになりますね。はい、これずっと出るじゃん、可愛い、うまい、うまい、すごい、全部プログラムでいっぱい書いてる。そうすごいです。で、やっぱりね、あの一番多いメッセージ、はい、メッセージはやっぱりね、全員で勝つって、このままでかいしようって、やっていいよ、全員勝つってすごいいいよ、全員がさ、本当に聞いた瞬間に分かるような、立体感が聞いた瞬間に生まれるような、すごい全員で勝つって、演技のいいシーンだと思う。そんな感じで、全員で勝つプロジェクトというのをですね、昨日から指導しておりまして、今日も結構お邪魔してますので、いつも以上に勝てるような皆さん、熱い応援をこのプロジェクトにかけてですね、よろしくお願いしたいなというふうに思ってますね。はい、それでは、今日もお願いからお伝えしていきます。はい、まずは新型コロナウイルスが5類感染症に変更されたことに伴いまして、はい、感染拡大防止対策を基本的に解除しております。はい、今後はお客様ご自身での判断で、対応をお願いいたします。うん、なおジェット風船を使った応援は引き続きご遠慮ください。はい、ご理解のほどよろしくお願いします。はい、そして続いてオリックスバファローズの公式アプリで好評配信中のデジタルピンバッジコレクションバファロッピー、9月で1周年を迎えました。ありがとうございます。皆さんやってくださってますかね。結構あります。結構やって楽しませてもらってるんですけど、牛引きっていうやつで、ピンバッジでしたらピンバッジが集められるっていう、アプリ、で、全員で勝つのもデザインのピンバッジだったり、ラインスタンプのデザインのピンバッジなんかも、期間限定、期間ごとに登場する新しいピンバッジなんかもあったりします。そして1周年を記念しまして、 iOS 全校で課金機能が追加されております。もっとより面白くなったバファロッピーをぜひ見ていただけたらと思います。ルームプレイができるので、はい、iOS のプレイができるので、じゃあ実況を使ってみてください。私もまだちょっと使ったんですね。 iOS で何で使いましたか。勉強中なんですよね。やろうと思って勉強ビームダンスの勉強やっていくのかな。僕とダンスのアンドロイドだから、違うんです。まだ先行へ入って先行へまで入ってますね。みやちゃん、みやちゃん、アイコン、ヘアブラの終わりみやちゃん、まだ勉強してなかった。イレブンやからですか。関係ない。いやー、関係ない。ちょっと一回チェックして
はい、また電池次第で思います。はい、お願いします。そしてこのアプリの、オフィシャルファンクラブのアプリなんですけど、ビーズクラブでは2024年度会員様の募集もスタートしております。はい、チケットの割引や先行販売はもちろん、お届けグッズもお持ち帰りくださいです。はい、そしてジュニア会員様は事前予約で交流戦を除く一軍の公式戦に毎試合の招待させていただきます。さら、はい、にご来場されるごとに選手の缶バッジもお渡しいたします。はい、ただいま早期入会キャンペーン、継続入会キャンペーン、各種入会キャンペーンを実施中ですので、詳しくは球団公式ホームページからチェックしてください。はい、そして来年も来年にもどうだったら、ね、今日はね、はい、この2023年バージョンの、ファンクラブを、ね、ユニコーンを試験仕上げるわけですけど、来年のデザインが、ね、気になりますね、変わるんですかね、変わるんですかね、どうなんでしょうね、分かんないけど楽しみだなと思いますね。なんかポイント集めるのも私は準備して、そうコンテンツのポイント交換も始まっているので、うん、なるべく早めに何書いてあげるか、私はボールペンとか日本もらって、オリックスロゴが入ってる、はい、なんかキーホルダーとかもなんかありますね、帽子型のキーホルダーかわいいなって思って、これももらったんですけど、いろいろあります、タオルとかもよかったですし、ホックリアファイルとか、プラワールの選手ごとのやつもね、コースターとかいろいろ本当にもっと量はたくさんあって種類が、行ってみてほしい。2階とか2階のコンコースのビーズショップの横にビーズスクエアという場所があるんですけど、そこでですね、ポイント交換を行ってますので、ビーズカルタイの方にまだポイントの存在を知らなかったら、はい、ポイントたまってんねんなという方はちょっと、今日の試合後にでも行ってもらったら、はい、あれ本当になくなっちゃうんですよね、そうなんですよね、早いもん中、早いもん中って本当に先着順になりますので、はいはい、早めに行かれるのもお勧めしております。はい、行ってみてください。はい、続いてはグルメのご紹介です。今日はケンタッキーフライドチキンで販売しているチキンフィレバーガーのご紹介です。はい、ケンタッキーバーガーの元祖私ですね、まあ、もう昔から愛されている商品なんですけど、12種類のハーブとスパイスでソフトでジューシーに仕上がったチキンフィレとマレタスとマヨネーズかなと思ってたんですけど、オリーブオイルが入ってるマヨソースらしいです、はい、美味しそう。が挟まっているバーガー。私はもう先週のケンタッキーに行って、プライベートで。プライベートで。もう本当めっちゃ食べるんですよ、ケンタッキー。このチキンフィレバーガー。大好きで。ケンタッキーに行くと大体この商品は頼んでますね。何だろう、チキンフィレバーガーだけなの？チキンフィレバーガーとお肉1個。あ、チキン。チキン。パーティーみたいな。はい。あとはこの和風カツバーガーっていうバーガーのいろいろ種類もあるんですけど、バーガーいっぱいあるんで、あんまり詳しくないんですけど、なんかこう手持ちのチキンだからっていうイメージがあったんですけど、バーガーも美味しいので、バーガーも美味しいんですね。あとは今はチキンミートも、チキンミート、卵も、はい、さっきのさ、なんか11種類のハーブが入ってますって言ったけど、はい、缶ビューさんの11種類のハーブ、あ、言われたらハーブだった、ハーブやったかあれみたいな、お肉にそのハーブが入ってて、衣とかにちょっとそのハーブの感じがあったりするんですよ。そういうことかと思って、パンは固め、柔らかめ、パンは柔らかめ、柔らかめふわふわって、で、レタスもシャキシャキしてて、で、オリーブオイルが入ったマヨネーズ、へぇ、美味しいんですよ、美味しいですよ、これはもう一押しだけなんかこれ外れないんで、すごい、ミヤちゃん、プライベートで好きなもんか、球場のおすすめグルメ、すごいおすすめ、この奇跡的な感じ、すごい。今日はテンション上がって、紹介です。じゃあ、ミヤちゃんがですね、試合中に、2回の終わりの、チキンフィレバージョンをちょっとおすすめコメントを出しますんで、はい、なんか2回裏の非常にぜひ注目してください。いつも以上に美味しいから、リアクションをもらえるんじゃないでしょうか。ぜひ、ケンタッキー行ってみてください。はい、あとは、昨日から鬼ご飯の第4弾も登場して、選手プロデュースメニューも、まあ、9種類新メニューがありまして、今日の先発の宮城投手の神様、仏様、宮城様のタコライス、タコライスが復活しているそうです。人気
メニューだと思うんですけど、ご紹介したりとか、ムネ選手のチーズタッカルビっていうメニューとかも、各時間何とかこれは登場してたりしますし、今は限定で、全員で初のカードです。ポストカード、ポストカード、はい、がもらえる。よかったら、オリゴハもちょっと最終盤戦でも残り少ないので、給料グルメも楽しんでもらえたら、特典があるので、行かれたらいいかなと思います。そして、本日の試合は FWD 生命オレンジリボン運動デーとして行われます、はい、オレンジリボンは子どもたちに防止のための市民運動のシンボルマークで、 FWD 生命はそのオレンジリボン運動を支援しております。今日は会場内でオレンジリボン運動の支援のための募金活動を行っております。3、4ゲート内の FWD ケースと1ゲート、6ゲート内でも実施しているということですので、ぜひ募金活動にご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。以上が最後の知らせでした、はい、ありがとうございました。ではここからは、ディーズラジオの最近恒例になっておりますミアちゃんの歌コーナー、カリフォルニアの歌コーナーに入りたいと思います。皆さん今日は何を歌いますか。今日は、私の幸せの形というオリジナル曲ですね。はい、田畑美和の YouTube チャンネルに上がってますので、幸せの形田畑美和で検索してください。じゃあ、皆さんお願いします。はい、
たいと思います。はい、では、お時間の方がやってまいりました。このビーズラジオ、お相手はボイスナビゲーターの川瀬祐介と、ハリポンの高田美和でした。はい、また試合中にお会いしましょう。さようなら。